あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか。お、ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。あんた、話聞きてえってんなら、ちょっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラメラメ、レンレンラメ。ち、わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは。なるほど。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。またまた。よろしく。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。あれはちょっとそこな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。
らっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。どうぞ。遊んでいきませんか。おお。試していきませんか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。最近好きだけど。
らっしゃいませ。そんなに急いでもいいこと？ちょっとお前、そこは適当に合わせといてさ。もう一回行くか。あいつ目を起こせ。邪魔だ。いらっしゃいませ。おどうよ、俺らと一緒に楽しいとこ。
手がムカつくわ。攻撃するな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いい子揃えてますよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっとお前態度が気に食わねえ。このバカが許してくれ。大距離うちがいいですよ。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。なあとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話したか。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。
さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだそれ、知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくんのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。